稲石正明です。船の安全とか効率よく船を動かすには、港とか海とかそういうものをどういうふうに整備すればいいかっていうのをコンピューターを使って再現し、事前に評価するとか、そういうものに利用しようと。漁船っていうのは目的地がなく魚がいるところに行く。商船はある港からある港に最短距離で走りたい。そこにこう非常にこう複雑なこう利害関係っていうんですかね。もともと我々人類の昔からその丸太船でこう動く時でも皆さん自由に動いてた。それが基本になって海上交通っていうのはできてる。自由度が高いがゆえに決められた形でその危険を回避するっていうことができないんですね。難しいっていうことを知った上でやるっていうことが大事なんじゃないかなと。答えがないものを答えを見つけに行くっていうんですか、そこにその研究をやる価値があるというか。人間の知能っていうのはやっぱり素晴らしくてですね、まだまだ計算機が勝つということではない状態。本当は現場で実験するのが一番いいわけですね。そういういろんなモデルの船を作って実際に走らせるのがいいんだけど、莫大なお金がかかると。でそこでコンピューターっていうその計算機を使って模擬的に再現するっていう要素が入ってくると。コンピューターシミュレーションっていう世界だとおそらくそのモデル化が全てで、その目的プラスその場を安全に保つような動き方をする。でそれができると安全を確保するためにどのくらい投資をすればいいかっていう、その次のステップに行くことが、灯台を作ったりなんとかっていうことではなくって、そのどこがそのこちらに比べてどのくらい難しいのか、相対的でもいいからその結果が出れば非常に面白い話になるんじゃないかな。とにかく何かにこう熱中、凝り性っていうんですかね、凝ってやるっていう。人生というか研究にしても振り返った時に、あ、楽しかったなと思えるっていうのがやっぱり一番大事で、トータルで見た時にはその楽しいレベルがゼロより高いっていうんですか、そういう人生を送れたらいいなとは思いますけどね。